はい、こんにちは。札幌占い美容室早橋のことです。で、今回はちょっとモデルさんを見ていただきたいんですけど、ちょっとデザインでここは残ってて、中が結構短くなってて、中がこうなってて表面がかぶさってる感じ、ディスコネが入ってて表面がかぶってる感じで、中がまあ彼女の癖があるので癖毛で、ちょっとここがもわっとなってしまってて、結構切ってるから逆にここが肩に当たって膨れてしまってる状態が、で結構ここがちょっとこう空間が空いてるような感じで、で結構今自然に乾かした状態でちょっと癖があるので、癖をちょっとこう、リバーステイクセニングでちょっと変えていったりとか、多分デザインカットで少しここら辺が短くなっちゃってるのもちょっと修正して、シースルーバウムみたいな感じにちょっと調節していくっていうんで、結構やることが多いかな。でこの辺はエクステをつけて、彼女が切りたくないんだもんね。ね、で最初は提案としては、カットでこういう前下がりの感じにしようと思ったんですけど、まあ、前を切るか前下がりになると思うんですけど、長さはやっぱ切りたくないってことだったんで、まあ、エクステという形で対応したいと思います。で、まあ、癖毛なのでなんかエクステ馴染むかなっていうのが1点あるのと、ただちょっと彼女の色のエクステがちょっと今ないので、エクステつけてからちょっと加工しようかなと思ってます。なんでまずとりあえずカットでベースの癖を取ったりとか、着たいなっていうふうに思います。でバックはちょっと真ん中先切んないようにするんですけど、ディスコネをどうにか動かさないとなんで、あとはやりながらちょっと考えたいと思ってます。はい、予測なんですけど毛先結構そがれちゃってて、ミドルの髪のカットラインに見えてないところの毛が結構重さが出てて、そこを取らないとシルエット自体が変わらないのと、あと癖が結構強調されちゃうので、リバーステイクセニングっていうので一回その毛量調節して、それからラインを考えたいと思います。で使うのがこちら、ラインが出ない T3 セニングってやつで、両刃のセニングですね。削ぎ率 8% ぐらいです。でこれでまずちょっとやっていくんですけど、パツってなっちゃったディスコネを消していく方法なんですけど、多分これを消すのって結構難しくて、で、以前のテイクセニングだとリバーステイクセニングっていうのはまだ動画でやってなかったんですけど、僕は結構ずっと使ってるやつで、つむじに対して、前上がりの状態で全てやっていきます。 V の字か、こっち後ろから見ると、で前もこういう感じで上がってって、で、ベストコーム使っていくんですけど、こっちがもうこれですでに馴染んでるんですよね。わかりますかね。でちょっと馴染んでしょ。そう、これだけでもカットラインは穴は開いてるんですけど、とりあえず馴染むっていう、これ多分クロス取ったらもっとここがシュッてなるから、まあ、これだけでもいけるんだけども、さらにちょっと今カットラインが結構ぐちゃぐちゃなんで、そこをちょっと直していくっていう部分ですね。でこっちはやってないからこういう感じになります。でもちょっとこっち良くなってた、うん、どう、すごい良くなってる。いや、ほんとに良くなってる。わかるでしょこれ。普通にあれだよね。え、普通にこれなんか自然じゃない？え、私の毛が気になるの。ん？ピョン。ピョンはこれから切るよ。ピョンは切る。ピョンは切った。ピョンは切る。はい、では今度、あ、ごめんなさい。今度こっちのセクション入っていきます。で、とりあえずはこれで、まだカットはしないんですけど、とりあえずはなんか収まるっていう。なんか収まってるでしょ。とりあえずはなんかつながりができるっていう感じにはなるんです。で、こっからなんですもんだよね。で、あと前髪もちょっとここがちょっとざっくりなってるのもすぐ簡単に直せるんで、まあ、このまま T3 使ってるんでこのままいっちゃいます。で、バングを、テイクセニングじゃないや、シースルーバングに作る簡単な方法で、多分シースルー入れれば前髪直ると思うんでやります。で、前髪の切り方なんですけど、で、ちょっと一箇所このここの部分を、こっちも同じか、どうかな、ちょっとこれ大丈夫かな、ちょっとここが薄いんでそこを直すのにもうちょいこっち取ります。まあここに合わせるようにこっちもやっちゃうとおかしくなるので、まあ、こんなもんかなと思いますね。だいぶ直ったよね。これで前バングは簡単に直せるっていうことですね。あとはカットラインが結構やばいんで、そこを簡単に直します。まあ、癖毛なんでコーム使わないで切ります。バングとつなぐとかなり上になっちゃうから、
ちょっと顔がちょっと少し面長にバウンドが短くなったことになって面長に見えるんで、目の下ぐらいかな、どっから下ろそうかな、あんまり上からだとウエイト上がりすぎちゃうから真ん中辺から入れたいと思います。でここで変えていくんですけど、これだけで顔周り変わります。全然違うの分かると思うんですけど、ここがシュッてなります。こうなったでしょうかね。でここがシュッとなると、これだけ違うんですよね。でここのなんかよく分かんないやつとかも修正ができるって感じですね。こっちもやります。でここも、あんまり上からやっちゃうと重さがこう上がっちゃうから、これすることによってここがフィットしていきます。ただやっぱここがビロンってなってるのがどうしても気になるんで、あとバックの長さが結構違うんですよね。ね、ネープは合わせたんですけど、この表面の長さが全く違うんで、ここを、手をこういう風に入れて、で同じになってるかっていうのを確認しながら、要はこのつながりのところはダイバルタンで絶対攻めていった方がつながるんで、ダイバルを逆で裏面バーって入れてって無理やりつなげていきます。このここ切りたくないので、そいだところをダイバルタンでやすりがけしてってもっとなじましていく感じ。これで顔周りのところがシュッとなる。ね、これでとりあえず広瀬すずみたいにとりあえずなりました。っていうことで一応カットはこんな感じ。その時も僕はやっぱりこのハの字というかこういうラインで入れていくの方が好きなのでそうします。サイドをちょっとお土産必要かな。結構ここが入ってる。これエクステなんですけど、あんまりねたくさんやると今ここちょっとつけるんですけど、あんまりやるとはみ出るぐらいでやっちゃうと、この幅半分の幅以上にやっちゃうとっていう感じで結構変わったかな。これでカラーをちょっとこのままもうこのポイントのところだけパチャパチャってやって、で薬はスローの CN の3で染めます。結構黒いのでちょっと暗めにやっとかないとなんか取れてきたらちょっとまずいんで、そうします。 CN の3白髪染めですね。でちょっとエクステを、エクステ染めちゃっても全然問題ないので、つける前にやったりとかするとなんていうのかな、でリパレット僕は使います。リパレットでやってきます。でこのなんだっけな、シールのとこも全然つけちゃいます。こういう感じで、でなじまないのが一番嫌なので、なんでこういう風に後で処理する場合はしっかりアイロンで一回毛髪内部の水分を抜いてからエクステをつけてあげないと、こういう処理した時に抜けやすくなるので、それでやっぱり最初にアイロン入れたって感じですね。はい、ただエクステつけるだけだったらもうアイロン入れないでバーってやっちゃう時もあるんですけど、あんまりでもねまとめてやりすぎるとエクステ結構染まんないことがあるから、なんかカラーしてるっての学生さんなんですけどなったらちょっとまずいんで、しっかりちょっとそこはやっていこうと思ってます。はい、でこれエクステ塗れまして、反対側を塗っていきます。こんな感じで、エクステカラーもできるので結構ラフな感じでやってもいいのかなと思います。その時にもやっぱりリパレットあった方が結構塗りやすいから、で結構しっかり本当に裏面までしっかり塗らないと結構染まんないムラになっちゃって、染めムラがあるとそこがなんか染めてる風になっちゃうと学生さんとかだとカラー禁止のところからだとちょっと目立っちゃうので、メッシュ入れてるでしょって話になっちゃいますから、ちょっと暗めのサインを今日は使ってます。最悪根元はあんま見えないんで毛先だけしっかり染めておけば大丈夫かなとは思ってはいるんですけど、このようにコームで、ちょっと空間を空けながら塗っていきます。こういう感じですね。なるべく平たく広げていくことによって、全面につきます。こうですね。でこれでカラーが終了したので、このまま時間をちょっと置いてあとはそこを洗って終わりっていう感じになって、最後仕上げですね。
はい、で今、エクステを洗ってきたんですけど、まあ、皆さんもエクステ知ってると思うんですが、この根元のところを押さえながらここを溶かしていく感じですね。そうしないと結構取れちゃうので、それだけ気をつけてください。ここを持って溶かすって感じですね。であと束っぽくなっちゃうので、やっぱアイロンでやらないとちょっとデザインとしては、まあ、今新しいうちはね結構溶かせるんですけど、だんだんやっぱり時間経ってくるとなんかパーマっぽくなっちゃうんで、くせ毛がやっぱアジア人の髪使ってるので、くせ毛がやっぱりベースになってるから結構くるってなります、エグステの、でこうやってやってもガッて引っかかったところを思いっきり溶かしちゃったりとか、あとリンスをした時にあんまり溶かすと取れます。なんでそーっと扱ってくれると一応大丈夫なので、でこんな感じでちょっと乾いて、乾きづらいですね。皆さんエクステ使ってるか分かんないんですけど、ほんと乾かないんで結構大変です、乾かすのが。ちょっと乾かしていきます。こうなって、前髪も大丈夫だよね。はい。でシースルバングになって、でここの長さもエクステ合わさって